はい、皆さんこんにちは。本日は、裁縫ですね、極柔の帽子の縫い方について解説の方していきたいと思います。前回の裁縫の縫い方で極柔の帽子、極柔のズボンねの縫い方の方を挙げさせていただいたんですけれども、今回はね、V の中でも一番簡単な頭のところのね縫い方を解説していこうと思います。はい、難易度的にはね、一番簡単なのは確かに間違いないと思いますね。これをねサクサクと縫っていってどんどんお金を稼いでいきましょう。はい、ではやっていきましょうか。頭、極柔の帽子ね、上から素材が妖精の綿花、魔獣の角、コットン層、虹色のオーブ、雨露の糸。だいたい素材代で、4万5千ぐらい。そんないかないかな。そのぐらいだと思います。はい。ではやっていきましょう。数値がですね、外周、外側がね、174。で、真ん中が238という数値になってます。はい。で、俺ちょっと縫い方特殊かもしれないんだけど、とりあえずね、しつけがけを、すべてに、やっていきます。はい、で最強ターンが必ず来るんで、ここで精神統一を入れてあげましょう。でここで3倍すると216が最大値になるんですね、しつけがけ。なので思いっきりはみ出すんですけど入れてください。はい、216出ました。でこんだけはみっちゃうとさすがに他の場所もはみ出すときついんで、これでもしはみが出た場合はここをあと2倍打ちに変えて外周を塗っていきます。精神統一だね。で、じわじわ戻っていくんで、その隙にね、こちらを縫い進めていきましょう。で、ここは3枚で OK。はい、最大値から下から上から3番目ぐらいに強い数値を引くとはみ出すんで、半分ぐらいはみ出すんかな。なのではみ出さなければ他のところをまた3倍していくみたいな感じ。お、ぴったり出ましたね、174ですね。これはちょっと偶然だったけど、26という数値で取ることができました。はい、ここは残り18なんで普通ターンで1回塗ってみましょうか。17、はい、残り1になりましたね。これも OK だ。はい、でもうこの状況になったら弱いで統一入れちゃいましょう。16戻って残りが何ぼだ、5かな、5なんで加減入れましょうか。4、はい、これで誤差が、2の状態だね。なのでここはとぴったり収めればいいんだけど、残り11、はい、これで加減でほぼほぼ取れるかな、178ね。はい、これで大成功です。はい、一回やっていきましょう。集中回復ありがたいね。はい、でまずはしつけがけからいきましょう。順番はどうでもいいんでね、適当に全マスをしつけがけしていきます。で最強ターンで精神統一で3倍を入れる。はい、また216引いたね。216好きね、あんた。あ、ラッキー。これは会心出るとね、この会心で入ってくれます。あ、統一の忘れちゃった、真ん中。ちょっと放置していこうか。3倍でもいいか、ここでな。3倍でいっちゃいましょう。左側じゃないや、右側がね、ずっとはみってる状態なんで、ゆっくり進めていきましょうか。あと1回戻ったらね、基準値のところまで帰ってくるかな。だいたいちょうどいいぐらいの時に帰ってきてくれますね。左があと5だね。なんでここ1回飛ばしてもいいかな。ここ縫う。
はい、16戻って残りが3だね。で、ここで残り14なんで、どうしようか。3と5と14。まあ、強いの加減もありなんだよね。まあ、集中はね、たくさんあるんでね、うまく収められるように、うまくやっていきましょう。ただ、14が出なくて、12とか出たとき、あんまり嬉しくないんで、ここは一回ここをはみ出しておきましょうか。はい。で、ここ14を埋めましょう。12。2誤差だね。ここも、はみ出しとこう。まずここ統一を入れる。で、戻る。で、加減縫いをいたします。はい、ぴったり5出ました。で、右が残り3なんで、はい、加減入れましょうか。あ、5出ちゃった。まあ、しょうがない。統一します。で、次のターン戻ります。はい、13戻って、残りが1。あー、1か。じゃあ、ちょっとね、戻しガチャしますか。もうここで、ほぐしとかしてもいいんだけど、まあ、1回ぐらいね、戻りチャンスかけてみましょうか。9か。1回加減入れてみていい？で、もう1回統一入れようか。12戻り。あ、OK だね。これで大成功です。はい、じゃあラストもう一回やっていきましょうか。しつけがけをまずやっていく。で、統一を入れる。で、3倍。また204。今度は204だね。で、精神統一で。で、3倍すると。で、たすき縫いで伸ばしてあげて。お、ナイス回心。46は本回心。はい、14戻って、お、基準値ぴったり。これはうまいね。はい、残りが3。まあ、3に関しては、もう2個このぴったり収まってる状況であれば、加減で打っちゃっていいと思います。加減4。はい。で、ここ縫う。で、残りが、10か。10か。一回シフト入れようか。なるほど。9。あ、これはもう OK だね。9引いたんで、残りが2誤差になりましたね。大成功です。ちょっとね、取りたい感じとは違う部分もあった。毎回最初だけはみ出しちゃったじゃない？だから、なんかはみ出してないパターンも欲しかったんだけど、最後一応やってみようか。まあ、結構サクサクいけるのがね、この縫い方のいいところかなと。あ、はみ出さなかった。あ、はみ出した。で、はみ出した瞬間から2倍縫いに変えるみたいな感じだね。あ、回心出たわ。はみ出したらもうなかなか戻ってこないんで、彼もね。8。2はみだな。戻ってくるまでゆっくり待ちましょう。早く帰ってこーい。ほぐしちゃおうかな。16。残り14。3はみ。3はみはなんかほぐしで良さそうだな。で、6でしょう。13。16。これも3はみだね。しつけ入れて、精神統一入れて、
で、まず2倍にしとこうか。18からの加減縫いして、ぴったり基準値で、ほぐしほぐしで終わりかな。3戻り OK、 3戻り OK、 こんな感じですかね。まあ、奇跡の裁縫針でやっていただいていいと思います。はい、こんな感じでね、黒獣の帽子やっていっていただければなと思います。値段に関しては今まで紹介した結晶装備と同じような、感じでやっていただいて結構だと思います。あ、バザーにはね結構ないです。っていうのも多分売れてるからないですね。なので、まああんまり結晶で損しないようなレベルで値段設定していただいてやっていただくといいのかなと思います。はい、といったところでね、本日は極重の帽子の縫い方について解説させていただきました。またね、解説動画の方を上げていきますので、今回の動画良かったよっていう方はね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、といったところで本日はこの辺で、またね。